はい、わっしょいやチャンネルです。ね、今日はね、桐生、赤城雷神杯 G1 ね、やってるんで、地元のエース、ブス島、佐賀からのスーパースター、峰竜太で、大阪からは松井茂と、そうそうたるメンバーが今日は桐生に来てるということでね、来てみました。まあ、この後、中の方に入って行きましょう。じゃあ、それ行け、ちょうどね、今ね、ゲートくぐったとこなんですけどね、8レース、8レースがちょうど始まるとこですね。いや、すごい、やっぱり G1 だけあって、いいですね、予想の一番線とは違います。9レース、自分の今日の見どころです。9、10、11ぐらいまで3つ、3番勝負っていう感じで行きましょう。
別で頼むぞ。決めろ。抑えだけですけど一応持ってました。はい、何倍ついてる今。多分これ10倍もう切ってるんですけど、10倍、いや多分ね今確定出て多分10倍切ったと思うんですよ。10倍ぐらいかな。まあとりあえず、はい、まあこれ抑えだったんですけどね。はい、まあ、とりあえずじゃあカンペいきますじゃあ行きましょう。とりあえずね、次のレースでぶっ込みましょう。じゃあはい、行きましょう。
木雷神杯4日目勝負分け、すごい人がいますね今日は。すごい人ですね今日。あとなんか薬霊のものが。やらないでね、2着でいいよ。よしよし、そのままいいよ。そう、なんだ、何やった、ミネ何やった。うわー、騎乗艇が来ましたね。うわー、ちょっと待てよ、どうなってる？一の一四回っての一四五。うわー、ミネやった、ミネ謝れや、それいけ、あっちゃんねる。終了です。はい、ね、11レース終わったとこで、もう今日はね、先ほど11レース、ミネが転覆ということで、自分が勝った船券は、はい、ミネが転覆によって何もないです。はい、今日はね、これで帰りましょう。明日は準優勝戦、で明後日が決勝戦、来れるか来れないか分かんないですけど、はい。まあ、もちろんね、携帯の方で参加したいと思います、はい、まあね、やっぱり、G1 赤城雷神杯っていうことがあって人もすごい多かったんですけどね、まあ今日はこんな感じで帰りましょうね。グッドボタン、チャンネル登録よろしく。